それでは遊んでいきましょうか。今回はこちら、先導のナックル。今までは先導のパワーピスト、これをメインに使ってきましたが、こちら使ってみましょう。ダメージはパワーピストの半分くらいですね。振りの速度も同じぐらいで、何か良い点はあるのかどうかね、ちょっとわかりませんが、まあ物は試しということで。ではパーク構成はまた忍者にしましょう。忍者とコバートオペレティブ、これで 3.5 倍ダメージが入りそうですね。あとはそうですね、こちら使ってみましょうか。雑誌が範囲内にあるとその方向から音楽が聞こえる。これ一度も使ったことないですね。ちょっとチャレンジの方で雑誌を集めるというのがあるんで、これをつけていろんなとこ練り歩いてみますか。もしかしたらもう思わぬところで見つかるかもしれませんね、雑誌が。ではまずは、南西こちら、デイリーミッションも兼ねて向かってみましょうか。途中の家に雑誌はあるかな。雑誌のチャレンジですが、ここら辺ですね。結構ね、いろいろ練り歩きましたが、全然揃ってませんよね。故意に探さないと見つけるの難しいんだろうな。あとは一体どんな音楽が聞こえるようになるのか、それも気になりますね。失われた家、手がいないな。他のプレイヤーがすでに片付けてしまったかな。目標に到着。あとはそうだな、他にデイリーミッションとかこなせるんであればね、こなしましょう。デスクローを倒す、これいけそうですね。あとウィークリーでスコーチになった生物を倒す、これもいけるかな。なんか不具合があってここら辺がなんか達成できないみたいな、そういう話もありますけどね。地割れ地点でフォトモード5つか、これいけんのかな。地割れ地点に名前がついてるんですね。あ、ついてるわ、地割れ地点プライム。これはついてないな。ついてるところとついてないところがありますが、ついてないところではダメなのかな。結構ね、名前がついてない場所ここら辺にもありますからね。おー、プライムしか名前ついてないな。まあ多分どこでもいい感じしますね、このマークのあるとこなら。これもついでにこなしますか。これだったら右に行ってね。右に行って、でも雑誌あるか、こんなとこに。いや、あるかもしれない。とりあえず倒していこう。先頭のナックルだ。まず普通に殴ろう。先頭ナックル。おーっとっと。600ダメージ。今クリティカルにはなりませんでしたが、威力は十分出てますね。3.5 倍で。寄ってきた。普通にまた殴ってみるか。クリティカル出すには、やはり頭とか狙いそうなのかな。ジャンプで当ててみたけど、600ですね。うん、こんなもんか。まあ、ここら辺の敵ならば、ワンパンで倒せるようですね。残り1体。じゃあ次はパワーアタック決めてみよう。行くぞ、先導が来る。おぉ、クリティカルにさらにパワーアタックだったから、ダメージが1900出ましたね。結構強い。これは、世界の頂上の、ロボットがいる場所ですね。列車がいっぱい捨てられている。ここの基地には、あれがあるんじゃないかな。あ、レジェンダリー手に入った。やったね。後で交換しよう。軍の弾薬袋がありそうですね。発見した。軍用ダクトテープか。こちらに、軍の弾薬袋。音楽は鳴らないから、雑誌はなさそうですね。じゃあこのまま、東に向かいますか。2点の地割れ地点、これを経由しよう。いや、私のキャンプから東に行くか。すぐ近くに地割れ地点があるので。そこで一回写真を試してみましょう。デイリーミッションでレジェンダリーが手に入るとね、二度美味しいですね。達成して、レジェンダリー少女が2から4ぐらいもらえるのかな。さらに、レジェンダリー装備をもらえると。ここにも何もないか？なんかリンリンリンって聞こえるけど、これはあれかな、あの音か。風鈴、ウィンドなんとか、ウィンドチャイムね。これは BGM とは違うんですね。肉切り包丁が余ってるので、これを使っていくか。あとは現在スコーチ800万体チャレンジ、それも実施中なので、イベントでついでに倒していきましょうね、見つけたら。ここを地割れ地点ですけど、どうかな。どれくらい力数があるんだ？
ここでフォトモード。よいしょ。ああ、やっぱり、名前がついてない場所だから、意味ないんですかね。でもやっぱり雑誌のあるところは、建物のある場所でしょうね。こういうせめてね、ちっちゃい掘ったて小屋とか。何もない小屋とかには、なさそうですけど。ただまあ意外と、隠し通路的な、そういう場所に、家っぽいものがあったりするんでね。あとああいう壊れてる場所か。そこら辺とかにもあるチャンスはあるのかな。雑誌がね。ここはよく来る。サンライズ農場。こいつらにパンチは厳しいけど。マイラクキングはどうかな。正面からやるとどうでしょうね。あ、あれ、ちょっと待って、900入ってるぞ。なんで？ラグかな、今のは。あんなダメージ入ったら普通倒せるぞ。とりあえずリボルバーで倒しましたが、これ少し化しますよね。これカウントになったのかな？トラッキングするか。スコーチになった生物を倒す。スコーチ、マイアラークはカウントにならないようだな。こいつも再び殴ってみるか。あれ？ダメージ入ってないな。これはまずいね。先導のパイプリボルを当ててもあまりダメージならない。ラグには弱いね。先導系の近接武器は。ここ入ってみましたけど、何も聞こえませんね。これはやはり何もないのかな。マイアラックキング。あいつも普通に倒すか。45口径の弾があまりないね。あれ、頭に入らない。なんか硬くないか、やけに。やはり。こいつらもっと柔らかかった気がしたんだけどな。全然ダメージは取ってない。あれかな、近くに他のプレイヤーがいると。ダメージが通らない現象。それが発生している。ここは BOS の基地ですね。グールがいるので、倒しましょう。こいつらには効くでしょう。すごく。先導のナックル！よし、一発だ。殴ったら離れる。あ、今ボローンと音したけど、これかな、もしかして音楽っていうのは。キャップの時によく聞いた音ですね。そして一発じゃ倒せない。あそこに光るものがいるぞ。レジェンダリーじゃないか。やつ殴る。病気に勝っただけだ。あ、ダメージ取ってますね。ギリギリ倒せなかった。バツやるか。どこかな、雑誌は。これか。リブアンドラブ。取ったけど、何も表示されないから、すでに取得済みの雑誌のようですね。こんな感じで集めていくか。ここからジワル地点。すぐ近くですね。南東にある。ここら辺のジワル地点の周囲には、敵の死体が転がっていて、たまにレジェンダリーが入っていたりしますね。今回はどうかな？ここ深いな、随分。あらら。先導のナックル！一発。一発で倒せるのは気持ちがいい。これはデスクローの死体かな？スティームパック、肉、ブラックチタン。皮を解体するみたいな。ありましたっけ？一応持っていくか。重量は厳しいかな。写真。何がない？何が見つかった？何が見つかった？ちょ、待て。何？写真を撮ってるだけ見つかった。どうだろう？奴降りたようだか？コーション。今ち撃つか？先導の。降りてくんないと。狙えないぞ。下に行ったら来てるな。あ、結構来てる。何かに引っかかったようですね。フラグ的な何か。なんか爆発した。グレネードランチャー待ちがいたんですかね。あそこにも死体。死体から DNA を採取しとくか。採取さえしてしまえばね。あとはファストトラベルするだけで。デイリーミッションクリアできるからね。これはお得ですよね。周りが八百屋が倒れてますね。それ以上は特に何もないか？糞が落ちてるけど。糞かどうかわからないけど。もう一回撮影してみますか。
まだデンジャーだ。しかも目標は達成されない。どういうことなんだ。ちょっと理解できないが離れよう。あれ、なんか湧いたな。スコーチマイアラククイーン。マイアラククイーンが湧いた。しかもスコーチ化している。ダメージあまり通らない。そしてなんだなんだ、まずいなこれ。ラット回復してはいいか。一回ダメージはあんまり、あいつ強いな結構。ガウスライフル使うか。弾もあまり多くない。600入ったが、なんかいる近くに。やつの動きは完全に止まっている。うれ、600当てていくぞ。死ぬかな。心拍、なんかもらったけど。キングか。キングがそばにいるのか。弾薬はまだ多少あるので大丈夫だ。よっしゃよっしゃ。向こうの方ではガッツイか。あ、キングがそばにいた。こいつも倒せばクエスト達成になるかな。うら、ガスライフル全然効かねえ。デンジャーか。頭にヒットすれば問題なしだ。ガスライフル、うわーっと、でかいの入った。ステルスが入りました。やったぞ。やったけどおかしいな。何をカウントされない。ここは近づくだけでこいつらを湧くっていうのは初めてですね。スコーチになった生物を倒す。あ、スコーチビーストを倒す必要かな。スコーチマイアラークは意味がないようですね。あと写真チャレンジ。違うのか。ここはちゃんと名前のついてる場所が全部用意されてんのかな。そうは見えないんだけどな。内部に入るのか、もしかして。あの地割れ地点入ったことないけど大丈夫かな。出られなくなるような気がするんだけど。これ降りられんの。そもそも降りられそうだけど、ここまで来ればさすがにいいんじゃないか。どうだ。あ、ダメだ。ここはダメだ。しかない。まずはプライムに行こう。あとあいつも倒そう。ついでに体力減ってますね。チャンスだなこれは。降りた。よし、ステルスアタック。クイックショットで撃った方がいいなこれは。よし、スコーチベースを完了。やつは何か持ってないか確認するか。ガッツイを殴って倒してもいいんだけど、ちょっとあれだね、ラグでダメージは通らない可能性があるから怖いな。普通に死体を確認する。スティームパック、脳みそもらうか。ではここからさらに東ですね。あ、フォトモードってあれか。カメラを使うんじゃなくて、あのメニューから選ぶやつか。そうかそうか、そういうことか。以前もそういう罠にかかりましたね。なぜか達成されない。ここそうかな。ここはどうかわからないが、フォトモード。うわー、湧きそう。あー、湧いた。すごいの湧いた。撮影しよう。写真を撮る。ちょっと無理っぽいな。もうちょい前か。それのこうじゃないのか。こちらか。ここにもデスクローの下がありますね。見てみよう。スティンパック、中には特に何も入っていない。こっちはどうだ。この下はなんだ。メガスロス。良さげなものはないかな。ここでフォトモード。こちらならいけるでしょう。何もならないな。ここでどうだ。ラット値がやばくて死にそうだけど、ダメだ、達成されない。条件がわからない。死んでしまう。ここにも骨がありますが、これ化石扱いにならないのかな。一応写真を構えてみる。これは化石ではないらしい。そして気づかれた。ちょっと写真チャレンジの方はね、条件がわからないのでこれはやめましょうね。不具合の可能性もいくらでもあるね、このゲームは。
で、一応ここら辺を探って、雑誌はないかね、調べましょう。ボヨーンって音がすればいいんですけど。ここにも軍用ダフトテープとかありましたっけ？敵はいないな。あ、いるいる。グールはいますね。しかし雑誌の音はしない。奴を殴るか。先導のナックル !900 ダメージ。45合計が手に入るのは嬉しいね。貴様も殴る。いいぞ。ここは用なしですね。次に向かいましょう。なぜかデンジャー。どこだ？下に、周りにもまだグールがいますね。こいつら殴るか。あれ？ダメージ取らない。ああ。パワーアタック当てないと、焦げたこいつは、一発で倒せませんね。あれ？おかしいな。全然取らない。それ死にそうだ。危ない。前方のあそこの、最後の洞窟前の、ここの建造物はどうでしょうね。雑誌はあるのかどうか。内部にあるかな。一応研究所みたいなのありますけどね。内部は、少しはいましたっけ？いるんであれば。まあ、潜っても問題ないか。特にボヨーンって音はしませんね。ここも。弾だけもらっていくか。貴様を殴る！900ダメージ。洞窟入り口はあちらか。じゃあささっと潜りましょう。この上に骸骨がいるんだけど、これ取れないかな。ちょっと無理かな、私のジャンプ力では。背中からあやっと。何も持っていない。こいつもそうか。全部殴るぞ貴様ら。お手軽ワンパンマンですね。少し荒て、殴る。あやっと。向こうに行ってしまったが、リブロワで撃つか。ヘッドショット。横にも一体。こいつを倒すと。あら。頭だけなくなって死んだ。ゆっくりと。貴様撃つ。少々広い場所に出ましたが、ここにもそこそこいますね。ほら、少しチャレンジ行くぞ。雑誌の音は全くしないな。コーション、撃たれているが、まだ大丈夫。あらら、デンジャーだ。デンジャーなんて厄介だが、殴り合おう。倒したが、デンジャー解けない。あ、出て、こいつらだ。パワーフィスで倒す。あれ、おかしいな。コーションだけど、先導ダメージが入らない。ステルスにはならないぞ。前方から一体。パワーアタック。ええ。普通に生きてる。おら、ああ、おら、貴様、うん。あやった。苦労するぜ。おーっと、レジェンダリーの、なんだ？スタウトシェルマヤラーク。初めての名前のマヤラークがいますね。こっちを見てほしいけど。あ、先導で一発だ。ミューテートしなかったけど大丈夫かな？処刑人のガトリングガン。なんか手に入ったよ。星二つ。ああ、これは、なかなかいいんじゃないか？ガトリングガンでじわじわ攻めながら、後半にダメージアップが期待できる。そんな感じですかね。あ、なんであいつ一発で死なねえ。今のいけるダメージでしょ。とりあえず来て正解でしたね。お宝手に入った。ガトリングガンやっぱり結構人気があるっぽいですね。ヘビーガンダーの人にとっては。弾が一発一発、すごいゆっくりですけど、一つに威力があってね。で、5ミリ弾も作りやすい。もうずっと撃ってられるみたいな、そんな感じのようですね。さて、敵は湧くかな？スコーチかまどま。湧いたぞ。俺が遠い。ガウスライフル！あれ、ちょまちょまちょ。ガウスライフル撃ったかと思いきや、テスラライフルだって。ステルスガウス。
頭に当てれば超痛い。ああ、しまった。ファイアプルつけてなかった。まあいいか。すまない、倒せそうですね。ここの少しは問わない。とても優しい仕様だ。何か持ってないか、こいつは。なさそうですね。ここら辺の死体にも何気にいいものがありそうですけどね。今回はなしか。まだスコーチの生き残りがいる。スコーチリーダー。あれ、おかしいな。なんでスコーチにでかいダメージが入らないんだ。今のスコーチはこれかな。エノラウォーカーである可能性もありますね。